どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで。 現在、この動画を撮影しているのが3月23日の木曜日なんですけれども、今回の動画は開幕までもう1週間に迫ったプロ野球、タイガースも最終調整に入っていきますが、そんな中、開幕2戦目を任されることが濃厚だった伊藤正史投手が開幕絶望ということが明らかになりました。まあ本当にこれはタイガースにとって痛い。これによってローテ再編は確実、そして岡田監督は昨日登板した西淳也投手に対しても厳しいコメントを出しているということで、開幕、そして今後に向けて一体どういう動きが考えられるか。 らられるのかこのののかかかこ点についいいいてて深掘りしていきますよかったら是非とともも皆ささんのご意見というのもお聞かせくださいでは、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、開幕直前に訪れた、ローテ再編問題について、まあ、岡田監督は就任してからずっと、左ピッチャーの重要性というのを語っていました、まあ。タイガースはね、右ピッチャーを見ていくと、変則の青木投手だったり、実績十分の西勇希投手など、まあ、いろんなピッチャーがいるわけなんですが、その中で左投手ですよね。一つのカード三連戦を戦っていく中で、できればその中に左ピッチャーは一枚を 欲しいと岡田監督は常々言い続けてきましたでそういった中でタイガースの左ピッチャーを見ていくとまずは岩原投手ですよね、まあ、岡田監督は就任してすぐ、まあ、岩原投手は先発タイプなんじゃないかとこのように語って、まあ、実際岩原投手は先発調整を始めたわけなんですが、まあ、いろんなチーム事情を考えつつ岩原投手は再度長継ぎに復帰これによって先発サワンの頭数が1枚減ったということになりますし若手なら霧式投手ですよね、まあ、霧式投手もキャンプから岡田監督が積極的に起用して一軍戦でもねかなり当番数というのはあったんです が実際その一軍当番でちょっと打たれてしまう二、まあ、軍ではね前回当番いい投球があったりとなんとかもう一度這い上がって一軍マウンドを掴もう、まあ、そういう現状があるわけなんですがちょっと開幕に向けてという観点で言うとなかなか名前が上がってこないという状況でそういった中で開幕までもう一週間という現在左ピッチャー見ていくと開幕二カード目のど真ん中を任されそうなのが大竹投手、まあ、この大竹投手を現役ドラフトで獲得しておいてよかった、まあ、そういう声というのもたくさん出ていますがその大竹投手に加えてもう一人タイガースには伊藤正史 投手がいます、まあ、伊藤投手は2020年ドラフト2位でタイガースに入団して1年目の2021年は22試合に先発で防御率が2.4410勝7敗という数字そして昨シーズン2年目は20試合に先発して防御率2.63 9勝5敗ということで、まあ、それぞれのシーズンあとちょっとね規定投球回には届かなかったんですがそれでも入団から2年間ずっと安定した成績を残し続けてくれているで岡田監督もそんな伊藤投手に対し秋のキャンプの段階からやっぱり一軍で投げてたピッチャーは A え球掘ってるよな伊藤は まあ、そら青木と一緒に10勝で計算してるよ。2桁期待するところやんかと、このようにコメントを出していたんですね。で、そんな伊藤投手は開幕2戦目を任されることが濃厚だったんですが、先日、この伊藤投手が開幕ローテーションを外れるということが決定的になりました。まあ、伊藤投手の現状に関しては、これまでの動画で何度もご紹介してきましたが、左肩の違和感によって、3月11日の登板を回避していこう別メニュー調整が続いていた。で、先日、鳴尾浜でブルペン投球、2 7球投げたんですけれども。岡田監督は今後の伊藤投手についてブルペンで投げたっていうのは聞いてるよ。でもまだまだブルペンで投げただけやろ。そんなん25日の登板は無理よ。実戦挟まず開幕っていうのはないわ。待ってる。ピッチャーで頑張ってる。ピッチャーがかわいそうやんかと。このようにコメントまあ、ですので、こういった様々なコメント、そして岡田監督の考えから推測していくと、まあ、伊藤投手は開幕に間に合わないまあ、2戦目は登板しないという流れになります。いや、この伊藤投手の開幕絶望はめちゃくちゃ痛いですよ。まあ、先ほどもご紹介した通り、伊藤投手は入団してからずっと。

変えることができますしまずはこのタイミングでの復帰を見据えて回復を優先するという形になりますまあ現時点でブルペン投球ができていますからそこまで大きな怪我ではないということを信じてまあ、今後の伊藤投手が1日でも早く復帰できるようにファンとして願いながら見ていきたいなという風に思いますねさあということでこのように実際伊藤投手が開幕に間に合わないということが明らかになって早急に決めなければいけないのは開幕2戦目の先発ピッチャーですまあ、もちろんねローテの再編ということを考えていくと本来開幕3戦目に投げる予定だった が土曜日に回って開幕3戦目のピッチャーを決めるという流れもあるかもしれません。ただ、これに関しては現実的にま再、あ、帰投手も日曜日に合わせるという風にね。これまでの当番がなっていますし。しまあ、今後25日のバフローズ戦。ここに当番するピッチャーが実際、その開幕2戦目を任されるという形になりそうで、そういった中で最新の候補を見ていくと、まずはしスケッとのブライアンケラー投手。まあ、このブライアンケラー投手に関してもなんとかね。一軍の戦力になってほしいまあ。そういう立場の選手なんですが、岡田監督はそんなブライアンケラー投手について嫌ケラー。 しては A 報告上がってないわというふうにコメント。まあケラー投手の投球内容に関してはね、以前の動画でもご紹介しましたが、まあ、先日二軍戦で無安打投球というのがあったんですが、フォアボールが5つそこに絡んでしまった。まあですのでそういった結果というのがね、岡田監督の耳にも入ってると思うんですが、無安打でも5つフォアボール出してますよと。まあ、これだとね、なかなか岡田監督の評価は上がってこない。そしてもう一人現状岡田監督が候補として考えているのが村上投手ですね。まあ、村上投手は現状一軍に帯同して中継代役というのも考えられていますが、そのことについて ついて岡田監督は村上はずっとおるよブルペンに入れるということは一軍で投げるということやからなとこのようにコメント。まあ、村上投手に関しては先日のライオンズとのオープン戦ですね。この日は6回からマウンドに上がって最初のイニングは3者連続でフライアウト。そして7回に関してもしっかり無安打投球ということで2回無安打無失点。まあ、ですので村上投手に関しては先発というところはもちろん中継ぎとしてロングリリーフというのも考えられる。まあ、キャンプからババ投手や二歩投手などまいろんなピッチャーをねこの枠に当てはめようという考えがあったと思うんですがなかなかそういったピッ ピッチャーたちが連続で、結果を残すことがでできなかったでそういった中で村上投手はずっとね、いい結果が残っていますから、まあ、先発中継ぎ両に並みで今後も狙っていくという流れになりそう。で、そういった様々な背景がある中で、現状伊藤投手に代わってローテに食い込んでいきそうなのが秋山投手なんですね。まあ、秋山投手に関してはタイガースの中でも先発実績というのは抜群なものがあります。昨シーズンは古傷の痛みもあって、一軍当番は5試合に終わってしまいましたが、それでも2017年12勝、2020年11勝、2021年10勝と、3度の2桁 勝利を達成まあですので今シーズン復活を果たすべくなみなみならぬ思いで調整を進めてきたわけなんですが先日スワローズとのオープン戦この日は6回から2番手で登板して3回2安打無失点と秋山投手らしいピッチングで秋山投手はこの日を振り返って もまだまだまっすぐかなという感じはありますけど、ちょっとは安心した。でもまだまだです。まさしの状態次第だと思いますけど、もう一回チャンスがあればいい姿を見せたいですと、このように語っていました。まあ、ちなみにこの日の登板というのは、秋山投手にとって312日ぶりの1軍マウンドだったということで、まあ、本当に強い思いというのがあったでしょう。で、そういった中でバシッと結果が残ったわけなんですが、岡田監督は当時、伊藤投手を待つというね、姿勢を見せていたんで、まあ、秋山投手はこれから軍 で再び投げるかなという予想もあったんですが、まあ、今回伊藤投手が実際ね間に合わないということが明らかになって秋山投手は25日の土曜日のバフローズ戦ここで先発登板することが濃厚になりましたですので現状候補としては二軍調整中ではありますがブライアンケラー投手そして先発中継両二並の村上投手まあ、左ならキリ投手もね候補になるかなというところではありますがやはり今最有力として考えられているのはこの秋山投手なんじゃないでしょうかまあ、先ほど伊藤投手のところでもご紹介しましたが岡田監督は一番最初の段階では ま、伊藤投手に信頼を置いていたからこそ、なんとか実戦で1試合投げて開幕2戦目に行ってもらおうと待つ姿勢というのを見せていたんですね。ですが、実際伊藤投手が実戦挟まずにね。開幕を迎えるって言うことはないと、まあ、岡田監督の中でそういう考えがあったからこそ、それなら今頑張ってるピッチャーが投げるべきじゃないか。まあ、岡田監督の中でそういった思いが芽生えていることがわかります。まあ、なので、そこにね。秋山投手を間違いなく含まれてると思いますから。まずは25日のバハローズ戦。ここで再びバシッとね。先発として結果を残すことができればそのまま。 投手が開幕ローテに入り込む、まあ、そういう流れになると思うんで、この日は重要ですよ。一体どのピッチャーがバシッと結果を出してくれるか、この点注目していきましょう。ということで最後になりますが、開幕までもう1週間というこのタイミングで、伊藤投手の開幕絶望が明らかになった。まあ、この時点でね、ローテ再編は免れないわけなんですが、岡田監督は昨日の試合、5回5失点とね、なかなか思うようなピッチングができなかった西潤也投手に対しても厳しいコメントを出したんです。西はどど真真んんん中中ばっかかかりやんかもう映像で出るからあれだけど真ん中に行 真んんん中に投げてななないややそんなん力で抑えらられると思うからやなちょっともう勘違いやわあのぐらいのボールで力で抑えられへんやろ本番前に確認できたまぁ、あ、ちょっと考えなあかんわなあれでは空打たれるわある程度開幕を想定してそれで投げさせてるわけやからなそれであんなピッチングしてたら他のピッチャーにも影響を与えるよ悪い影響をなとこのようにコメントまあ岡田監督がここまでね西潤也投手に厳しいコメントを出すというのは初めてなんじゃないでしょうかまあ、実際就任してからずっとね西投手には高い評価を出していましたしま があるとまあ今シーズンとんでもないことをやってくれるかもしれないと、まあ、ずっとねこういうプラスのコメントというのを出し続けてきたですが昨日の試合僕も西純也投手の投球ずっと見ていましたけれどもやはり岡田監督のコメントにもある通りストレートそして変化球ならスライダーですかね、まあ、この球種がどうしても真ん中に集まっていたんでヒットをたくさん打たれてしまった、まあ、特に最後のイニング5回に関してはこの1つのイニングだけで6本の超短打を打たれてしまいましたからねもしかしたらあのタイミングで疲れがドッと出てしまったのかもしれません、まあ、今後はおそらく二軍戦で最終調整 という形になりそうですまあ、そこでね、西投手自身、しっかり結果を出すことができれば、まあ、不安少なく初登板に臨めるとは思うんですが、ですが、なかなか思うようなピッチングをすることができなければ、岡田監督も考えなければいけないと、まあ、こういうコメントを実際出してるわけですから、今後、ローテがちょっと読めなくなる可能性というのはあります。まあ、ただ、それでもね、西投手には1年間、なんとか今シーズン、バシッとね、投げ抜いてもらわなければいけませんし、まあ、今回、伊藤投手が開幕に間に合わない、これはもう仕方がないと言いますか、まあ、その分ね、他のピッチャーからすれば、この枠を自分のものにしてしまおう、そういう 気持ちというのは間違いなくあると思いますですが開幕に向けてこれ以上ね、まあ、先発ローテ再編というのは難しいところもいくつかありますんでいよいよオープン戦も残り3試合そして2軍での最終調整といってもそこも3試合しかありませんから、まあ、なのでマックス6試合ですねこれから開幕に向けてもう最終調整に入っていきますこれから一体どういう流れが待ってるのかこの点注目しながら見ていきましょうはいということで今回の動画では開幕2戦目の筆頭候補伊藤雅史投手の開幕絶望についてそして今後のローテ再編どうなっていきそうなのかこの点についてご紹 紹介されていたただきました、まあ、本当に伊藤投手が開幕に間に合わないこれは痛いですねまあ本当に伊藤投手自身今シーズンこそ規定投球回に乗るんだと、まあ、そういう思いが強いからこそ開幕一発目から投げたい思いはあったでしょうですが伊藤投手の今後を考えるとこの決断というのはね仕方がない流れもあると思うんでまずはしっかり直して1軍の舞台に戻ってきてほしいファンとしてはその思いだけです今後伊藤投手がどのように調整を進めてくれるかこの点も注視していきましょう皆さんは伊藤投手の状態そして今後のローテ再編についてどう考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4万300人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万1000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。伊藤投手が開幕に間に合わない、これは痛いですが、その分他のピッチャーにとってはチャンスです。一体どういう流れが待っているのか、注目していきましょう。ではまた。